はいどうも、キズナアイです。今日の私は賢いです。今回は近年よく耳にする 5G について私なりに勉強してきたのでご紹介しようと思います。 AI にも深く関わりがあるんですよ。今みんなのスマホの画面上に 4G って書いてあることが多いと思うんだけど、 G っていうのはジェネレーション、つまり4世代目の移動通信システムってことなの。そう、 5G は5世代目フィフスジェネレーション、第5世代移動通信システムって言って 1G、2G、3G、4G に続く新しい無線通信システムのことなんだ。じゃあ 5G って何ができるのって話なんだけど、一番の特徴は高速通信って言われてるの。今って YouTube 見てる時とか動画や音声が途中で止まっちゃったりすることがたまにあるでしょ。 5G の時代になったらそういったことがなくなるんだって。すごいよね、快適。 5G の特徴は高速通信の他に大容量、HM、多接続などがあって、今までと比べるとデータの伝送速度は約10倍、遅延は約10分の1、同時接続できる機器は約100倍になるんだって。あ、伝送速度っていうのはさっき言った高速通信のことね。遅延っていうのはこう通信するときってデータの送信と受信を繰り返すんだけど、送受信をすることでどうしても遅れが生まれちゃうんだって。まあしょうがないよね、私もたまに動画出すの遅延しちゃうことあるもん。 5G でいう低遅延っていうのはその遅延が今までよりも約10分の1になるってことなの。例えばライブ配信だと私が発信してみんなに届くまで今が5秒から10秒ぐらいだから、なんと1秒未満に。じゃあ次に同時接続、多接続について説明するね。今みんなが使ってるインターネットってさ、主にスマホやパソコンじゃない？でも2020年代って IoT の時代が来るって言われてるの。 IoT って何？っていうと IoT はインターネットオブシングス、物のインターネットってよく言われていて、身の回りのあらゆるものがインターネットにつながる仕組みのことなの。例えば車の自動運転もその一つで、道路状況に応じてリアルタイムで最適なルートを導くことができるようになるんだって。あ、気づいちゃった。そう、これには AI が大きく関わってるの。ってことは2020年からは私の時代なんちゃって。声や表情の変化などから運転者の心理状況を読み取ったりできる AI も開発されてるみたいだよ。すごく優秀な AI なんだろうな。え、ポンコツで悪かったな。最後に 5G の特徴の一つにあった大容量っていうのは、今までの話に関わっているのはもちろんなんだけど、少しわかりやすく説明すると、今後 5G の時代になるとともに 4K 映像や VR などの容量の大きいコンテンツが提供されると予想されているんだけど、多くのスマホ使用者がそれらのコンテンツを利用した時に 4G だと限界が来ちゃうんだよね。だからそれに備えるためにも大容量化が必要なの。はい、ということで今回は快適な未来 5G 時代についてのお話でした。なるべくみんながわかりやすいように説明したかったんだけど、もっと深く知りたいって思った人は自分でも調べてみてね。この動画で少しでも 5G が楽しみになってくれたら嬉しいです。それではキズナアイでした。